どうも、つむつむはしみたです。シンデレラがね、ラストショーで復活ということで、曲付き復活ということで、おめでとうございます。で、今回はその記念もね、あれして、今回はシンデレラの解説動画を作っていこうかなと思います。で、僕のチャンネルではね、シンデレラの解説動画はこれで初めてですね。というのも、僕シンデレラほとんど使ったことがないんですよ。なんでシンデレラを使わないのかっていうと、まあ単純にね、マリウスの方が速いペースでスコアが取れるっていうのもあるんですけど、こんなね、まだシンデレラに不慣れな僕だからこそ、初心者の方とね、同じ目線で解説できるのではないのかなと思います。で、一応ね、こんな僕でもね、シンデレラで秒数を伸ばすことができました。で、素手7000万くらいで130秒くらいまで伸びました。で、秒数を伸ばすことができれば21億スコアを取ることは可能になります。で、今回はね、21億スコアを取るためには何を意識してプレイすればいいのかなどを話していこうかなと思います。で、まずね、シンデレラで21億取るには、時間を減らさないこと、とにかく時間を減らさないことが大事になります。当たり前なんですが、シンデレラでね、21億が取れてない、取るのが難しいって人は、十分なね、タイムボムが出せてないことになります。で、今回は21億をスコアを取るため、つまり、タイムボムをね、できるだけ多く生成するための意識するポイントっていうのを話していこうかなと思います。まずポイント一つ目が、チェーンをね、しっかりなぞろうってことです。で、チェーンをしっかりなぞるためのコツもね、ちょっと話していこうかなと思います。で、YouTube でいろんな方がね、シンデレラの解説動画を出しています。出しているんですが、その中でね、いいなぞり方っていうのを解説してる方もね、いっぱいいます。例えば、なんだろうな、例えば、8の字に消すといいよとか、あと、両手で消すといいよとか、確かにそれはめちゃくちゃいいんですけど、実際のところね、そのなぞり方を実践してみても、うまくタイムが伸びなかったり、あとね、スコアは少し伸びたんだけど、それ以上のスコアを取るのに伸び悩んだりする人もたくさんいると思います。そういう人たちはね、大体ね、このチェーンってところでつまずいてると思います。で、この端から端までなぞれてないっていうパターンがほとんどじゃないかなと思います。で、端末の問題もね、少し関係あるかもしれないんですが、改善できるところといえばね、ここかなと思います。で、シンデレラはね、量より質がめちゃくちゃ大事になります。で、例えば、極端なことを言うと、異次元級の速さで、高価時間中にね、7チェーンを30回なぞれたとしても、ずるるるっと30回なぞれたとしても、時間はどんどん減っていきます。逆に、9チェーン以上しっかり丁寧にね、10回なぞれば、タイムは減りづらくなります。これくらいね、シンデレラではチェーンの質っていうのがめちゃくちゃ重要になります。なので今回はね、まず最初に、この端から、なんていうの、チェーンを、なぞるためのコツっていうのを解説していきます。で、このコツ一つ目がね、チェーンを端から端までなぞるっていうことなんですね。で、シンデレラは高価時間中ツムがすごい勢いで消えていくので、常にね、上からツムが降ってくる状態になります。そうすると、絶対チェーンしてる途中で盤面がスカスカになったりね、崩れたりすると思います。そうすると、よく皆さんがやってしまうのが、この画面真ん中ら辺からなぞってしまうっていうのをよくやってしまうと思います。で、そうするとね、端までなぞってたとしても、うまくね、チェーンができなくなるんだよね。で、ここで意識してほしいのが、画面端にいるツムです。で、このツムを見ながら、チェーンを始めると、いい感じになぞります。で、正直ね、なぞり方は何でもいいです。で、しっかり端から端までなぞるようにしましょう。で、たまにね、なぜか、たまにあるのが、なぜか画面中央に、このチェーンする途中にね、ボムがいて、邪魔になって、あんまりチェーンできないっていう方がね、方っていうかパターン、があるんですけど、そのパターンは、そのパターンはね、しっかり、ツムを下にいるツムをなぞるっていう意識をすると治るかなと思います。なんで、ボムが真ん中に来るかっていうと、多分ね、真ん中ら辺ツムがなんて言うんだろう。画面の真ん中ら辺をなぞってるから、ボムもそこら辺に出ちゃうんだよね。変なとこに出ちゃうから、しっかりね、ツムの下の方にいるツムをなぞるっていう意識をすると、このボムが邪魔で消せなくなるっていうことは起きないのかなと思います。で、最初はね、高価時間で少ない回数5回とか、
期間なぞれてなくてもいいので、練習してね、その回数を増やしていけるといいかなと思います。とりあえずね、質優先です。しっかりタイムボム圏内のチェーンができているかどうかをね、確認するといいかなと思います。で、次にポイント二つ目が、ボムの扱いですね。で、シンデレラはね、チェーンをすればするほど、ボムが山のように溜まっていきます。で、スキルが終わった後に、この大量に出てきたボムをね、割る必要があります。そこで必要になるのが、ボム割り。で、このボム割りのコツをね、話していこうかなと思います。で、シンデレラではこのボム割りを、なるべく早くやる必要があります。で、これがね、結構重要で、例えば、ボム割りに3秒かかる人と2秒かかる人ではね、100回スキル発動した時点で、100秒くらい差が出ます。これってね、結構大きいんだよね。そう、なので、次はボム割りをできるだけ早く消すコツっていうのを解説していきます。で、まずね、ボムを消すときは、必ず両手でやりましょう。で、これを聞くとね、あ、自分には無理だわって思う方もいるかもしれないですけど、簡単です。めちゃくちゃ簡単です。で、なんでかっていうとね、その、ボムを両手で使うって言っても、ツムをなぞるスピードとか反射神経とかね、ボム割りではほとんど必要ありません。ただね、両手でボムのある場所を連打するだけでいいです。それだけでかなりね、ボム割りが速くなると思います。で、最後のポイント3つ目ですね。ポイント3つ目が、効果時間が終わったらスキルゲージを確認することですね。で、これはね、スキルの回り方に少し影響します。で、さっきポイント2つに比べるとそこまで重要ではないんですけど、できて損はないはずですね。で、効果時間が終わったらスキルゲージを確認しましょう。で、何をするのかっていうと、その場の状況を見て、毎ツムをチェーンしに行きます。で、例えばね、どういうことかっていうと、例えば、ボムはね、今下に溜まっていて、シンデレラのスキルゲージも半分以上溜まっている状態だった場合は、何もせずね、ただボム割りをするだけで OK です。逆に、ボムが下に溜まっていて、スキルゲージがね、半分以下しか溜まっていないとき、その次は、ボム割りをする前にね、もしくはボム割りをしながら、なぞれるシンデレラをなぞりに行くっていうことをすると、少しだけスキルが回りやすくなると思います。余裕があればね、最後に残ったボムを使ってスキルの繰り越しをするっていうのも全然ありかなと思います。ということで、長らく解説していったんですけれども、こんな感じで解説は終わりになります。でね、僕の解説がね、すごくわかりづらいと思うので、ぜひね、質問とかがあればコメントとかでね、よろしくお願いします。全然ね、時間があれば全然答えるので、全然どんどんね、コメント欄にて質問お待ちしてます。はい。ということで、この動画を見たらね、いきなり21億出せるっていうわけじゃないんですけど、最初はね、絶対うまくいかないと思うので、だんだんね、チェーンの回数を増やしていったり、慣れながらね、練習していくのがいいかなと思います。それではね、この動画が参考になったり、スコアを伸ばす手助けになれれば幸いです。ぜひね、チャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それでは皆さん、バイバーイ。